皆さんおはようございます。今日はねちょっと遅いんですけど、8時50分ぐらいです。あのね、今ホワイトストリートなんですが、まあ、スタバのとこですね。で、まあ、毎朝本城町の方でやるんですけども、まあ、ちょっと雨がね降りそうだったので、やめておきました。ただ雨降らなかったんですよ。普通に行ってもよかったんですね。だから結構スマホの、天気予報って外れるんですね。まあでもね、せっかくだったらもっと目立つ本城町でやりたかったんですが、まあ、ただ一応、まあ、この時間は比較的車の通りはあるかなと思います。まあ、断然少ないですけどね。本城町の方がやっぱ多いんですよ。まあ、渋滞してますから。まあ、ただ天気も天気なので、まあ、ここら辺でやって、今日はねスターバックス行って、投資の本をちょっと読み漁ってみようかなと思います。まあ、これもねちょっとなんか色変えようかなと思ってるんですよ。黒と白の文字とかもうちょっと、まあ、見た目がね、例えばビアンキとかポルシェ のミントグリーンと白もいいかなと。ミントグリーンだったら文字は黒の方がいいのかな。ミントグリーンだったら黒の方がいいかな。まあでもね、ビアンキみたいになっちゃいますけどね。まあそれはそれで目立つのかなと。2つぐらい欲しいかなと思いますが、まあただね、名前は行こうと思います。気力が大事ですから。じゃあ始めましょうか。レッツドゥディス。かゆくなってくるんだよな。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。今日も無所属で、政治活動をやっております。いつもは、本城町の方で、活動していますが、今日はちょっと雨が降りそうだったので、近場でねやっておこうかなと思います。まあ、今回も動画を撮って、今日中に YouTube チャンネルの方に、アップをしていこうかなと思っております。2015年に、前坂中学校の常勤講師の、契約が切られたので、でその後に政治団体を作って、活動をしています。まあ、2016年ぐらいから、政治活動を始めて、2019年に統一地方選挙に出馬をしました。で落選をして、2つ目の政治団体を作って徴収しているかとか、でその税金を誰が決めてどうやって使っているのか、まあ、そういったことも子どもたちにちゃんと説明をしていくべきかなと思います。まあ、そうしないと日本には日本の仕組みがありますから、何も考えずに一生懸命働いても、要は労働収入ですから税金がかなり高いんですね。まあ、なので自分の稼いだお金を自分で守っていかないといけませんし、将来に対して保険もかけていかないといけませんから、こういった金融とか投資の知識は非常に重要だと思いますね。まあ、地方議員でも条例の範囲内でかなりのところまで、ね、差別化を図ることができると思います。ビジネスチャンスのある、浜松静岡を目指していきたいかなと思います。まあ、ただ富裕層も、ね、たくさんいますから、まあ、起業家とか子育て世代の人たちプラス、富裕層の人たちも呼び込んでいきたいかなと思います。まあ、コロナの前はインバウンドが結構盛んでしたから、だから海外からの人たちを我々の街に持ってこれるような、そういった受け皿を、ね、やっぱり作らないといけないかなと思います。ね、で、要はアジア周辺諸国にも富裕層とかも人材の育成とか教育のレベルを、ね、上げていく必要がありますし、もともと学校の教員を目指していたので、教育に関しては現場目線で改革案を作っていけると思いますので、忖度のない、議員条例を作っていきたいと思っています。まあ、子どもの未来に投資をするということと、
まあ、失敗をしても何度でも再挑戦できるような、まあ、そういった社会を、ね、目指していきたいかなと思います。自由経済を尊重するべきだと思いますし、日本人の生活が、ね、良くなるように、まあ、1週間お疲れ様でした皆さん、まあ、自分は無職で、落選中なのでもう地獄ですよ、まあ、ただ這い上がっていくだけですから、まあ、頑張ってやっていきたいかなと思います。まあ、1日、頑張っていきましょう。ありがとうございました。All right guys, thank you for watching. This is Friday, but I need 投資ってなんだっけ、ちょっと忘れちゃった。 OK, I need、なんだっけ、英語全部忘れちゃいましたね。そうか、 I need election money、make the money and save the money、this is important、thank you for watching、smash your like buttons and subscribe, stay tuned, see you there, yara, yoro, bye.